自分の上司は自分で決める。オンデーズの独特な企業カルチャーを象徴する一大イベント、それがエリアマネージャー解散総選挙。クレイジーすぎる予算と労力をかけて世界中の社員たちを熱狂させるオンデーズサミット、そのメインイベント、エリアマネージャー解散総選挙の様子を今回は余すところなくお届けいたします。今年はなんとデジタルの海から現れた AI の候補者まで参戦。上司 VS 部下、男性 VS 女性、人間 VS AI、 果たして営業職最高峰エリアマネージャーの椅子は誰の手に。それでは早速見ていきましょう。さあ、いよいよエリアマネージャー解散総選挙始まりますね。エリアマネージャー解散総選挙とは、エリアマネージャー解散総選挙とは、自分の上司は自分で決めるというコンセプトのもと、営業職の最高職位であるエリアマネージャーのポジションに就く5名を毎年社員全員参加の投票によって決めるオンデーズ独自の人事制度です。年齢や性別、国籍、社歴に関係なく、一定の基準を満たした社員であれば誰でも立候補することができます。解散総選挙という名前の通り、毎年1回、3月から1ヶ月間をかけてエリアマネージャーを選ぶ選挙が行われます。まず全社員のウェブ投票と実績評価による一次予選を行い、上位10名が二次予選へと駒を進めます。二次予選は経営陣、各部署の部長たちを前に与えられた経営課題についての取り組みが厳しく審査されます。ここでは人気、経験だけではなく、エリアマネージャーとしての資質と実力が厳しく問われます。二次予選の結果、予選通過必至だと思われていた現職エリアマネージャー菅原司がまさかの予選敗退。そして厳しい予選を勝ち抜き、決勝の舞台へと駒を進めたファイナリストはこちらの7名。まずは現職の4名から見ていきましょう。上位当選の常連で昨年の王者その座を防衛し、2年連続王者達成を目指す予選1位通過、平林正幸。自分では今まで想像もしてなかった相手もいるので、今現職の中で一番 M 歴長いの私なので、なんかそういう現職の意地みたいなのをしっかりと見せられたらなと思ってます。初代女王に輝いた経歴を持つ唯一の女性候補者、今年こそ王座に返り咲くことはできるのか。予選2位通過、小滝沙織。現場人気の方がやっぱりあると思ってたから、本部票もらえると思ってなかったんで、ちょっと心に余裕はあるかもっていう感じです。昨年は2位当選を果たした最年長の候補者、今年こそは初の王座を狙う。予選3位通過、石川拓司。自分が取り掛かってきたことがいっぱいあるので、なのでこれやるためには自分が受かって自分が進めるしかないと思ってるんで、そのために当選する必要はあるかなと思って。地元の沖縄を離れて西日本地区で培ってきた実力は通用するのか。予選4位通過、中田翔也。沖縄から県外に出て自分の中でも自信つきましたし、やることをやってきたと自負してるので、ギリギリ当選とかっていうよりは本気で今年はもう本当に1位狙って臨みたいと思ってるので。続いて挑戦者の2名。2年連続で本選に駒を進めるも、惜しくも当選まであと一歩が届かず、新規当選の最有力候補、今年こそ3度目の正直になるのか。予選5位通過、田口雄一郎。まあ、より新しいオンデーズを作っていくって、まあ、そのポジションってやっぱエリアマネージャーじゃないとできないので、九州のみんなのためにもうやっぱ九州にエリアマネージャーを置きたい。総選挙初出場で現職の菅原司を予選で破り、本選へと駒を進めた中途入社のスーパールーキー。予選6位通過、梅津直樹。直していけそうな部分がすごく多くあるなと思ってまして、なんかもう少し権限が欲しいなっていうところを思ったからっていうのが率直なところだと思います。そして最後の候補者は特別枠、今年は史上初となる新たな挑戦者が参戦。皆さんはじめまして、私はアイアムです。私はオンデーズブレインによって生み出された営業分析特化型の AI です。 AI 推進課が生み出したデジタルの申し子、史上初の AI 管理職は誕生するのか。後半戦特別枠、アイアム。アイ
アムは人間の候補者たちを超えると思いますか？超えますね。超えられると思います。あ、もう人間の時代は終わってると思っていて、もう知能としてはもう最強。当選できるのは上位5名。当選順位で給与にも大きな差がつきます。ただ当選するだけではなく、何位で当選できるかも候補者にとっては重要なポイントです。ファイナルステージは会場に集まった社員たちによる投票で順位が決定されます。果たして会場に詰めかけた社員たちは一体誰に投票するのでしょうか？オンデーズの中のオンデーズたちよ、出てこいや。ファイナルステージは出題される4つの経営課題について自分の考えを1分以内に回答する一問一答形式。候補者はステージに立つ瞬間までどのような質問が出題されるか知ることができません。公平を期すために回答者以外は会場の外で待機となります。回答に詰まってしまったと判断された場合はその場で強制終了され次の質問へと移ります。 Are you ready?もう諦めないっていうこの一言に尽きるかなと思います。しっかり育成して育てる環境っていうのを、会社に作ることができれば、モチベーションの、まあ、低いスタッフに対しても、その熱意っていうのはちゃんと伝わるんじゃないかなと思います。メガネ屋のお客様ってそんなに簡単にほぼほぼリピートしてくれるものではないので、1回の購入がすごく大事になってきます。なのでまずはやっぱり接客もメガネそのもののクオリティも上げるためにクオリティのチェックを行うかなと思います。このお店はまだ死んでないよっていうことをそのスタッフであったりとか店長に伝えて、なんていうんですかね、お店に自分も入りながら、立て直していく。強制終了です。僕は他の候補者と比べると多分今まで一番なんか失敗を多くしてきたエリアマネージャーだと思っています。今はそういう失敗から自分は多分誰よりもミスをしない戦い方っていうのが一番強いと思いますし、これから管理職を目指している人、どういう壁にぶち当たるか、そういったところを僕はしっかり理解できているので、しっかり教育ができると思うので、そういったところが僕の考えです。入社したスタッフに関心を持つっていうところがすごくこう離職率を抑えるために必要だなと思って、今実際に行っている制度がありまして、それがバディ制度という制度です。でこちら私スーパーバイザー選挙の時に発表をさせていただいて、実際に今期の、新卒から採用させていただきました。学生さんにどうやって行くに、はい、簡単だと思います。仕事を楽しくすること、これがもう一番だと思ってます。お客様と話すことが楽しい、メガネを販売することが楽しい、やっぱこれが一番、仕事を楽しめる原動力になるって思ってます。Are you ready? 次のプレゼンター、人工知能アイアムの登壇は初の試み。覆面のアシスタントが出題された質問をパソコンに入力して回答を生成するというもの。まず AI モデルとしてアメリカの弁護士試験でトップクラスの成績を収める知識を持っています。これをもとにオンデーズの歴史やエリアマネージャーの専門知識と組み合わせ、会社のナレッジベースとして機能できます。また私は給料なしで働くことができます。しかも24時間365日対応することができ、人間のように長時間働くことに対して不満も言いません。各候補者の質疑応答の内容を踏まえて7名の立候補者のうち5名の候補者に投票を行います。ちなみにこの投票システムも社内のエンジニアチームが開発しています。投票の集計が終わり、ついに結果が出たようです。果たしてどのような結末が待ち受けているのでしょうか？まずは4位の発表です。エリアマネージャー当選となります。当選、はい。第4位、メガネ屋第4位は梅津直樹。中途入社からたった2年で当選。
オンデーズ史上最短当選という新記録を打ち立てました。これからですね、もっとお客さんに貢献できるように頑張っていきますので、よろしくお願いします。それでは第7位は、こうします。第7位はアイアム。人類初の AI 上司誕生とはいきませんでしたが、なんと1437ポイントも獲得していました。 AI が管理職になる未来もどうやらそう遠くはなさそうです。 AI が選挙に出ること自体がまだ珍しいことなので、この結果であったとしても注目を集める出来事だと思います。第3位は、第3位は小滝沙織。3位当選でも満足はいかず、王座奪還を狙っていた小滝沙織としては悔しさに涙をにじませる結果となりました。第5位、総合獲得ポイント、落選か当選か、運命の分かれ目がなんと10ポイントという僅差。おい、顔が暗い。アイナフだいたい俺ですよ、あんまりで、竹内さんの受かればまさに下校部長。それではお願いします。ここでまさかの結果が、田口雄一郎が3度目の挑戦にしてついに初当選。昨年2位で当選した石川拓司はまさかの落選で、上司と部下が逆転する下克上が起きました。これはしっかりリーダーシップとって九州を盛り上げていきたいと思います。ちょっと待って誰も予想のつかないどんでん返しが起きるところも、エリアマネージャー解散総選挙の醍醐味と言えるでしょう。上位常連の平林正幸とは違い、これまで下位争いを繰り返してきた中田翔也。それはみんなが思ってる。やっぱそこまで来たな。過去の総選挙を知る者なら誰もが目を見張る奇跡の王座決定戦です。そんな中田翔也は登壇直前に世界の大谷の名言を彷彿させる、こんな言葉を残していきました。憧れるのはやめましょう。すごい人たちがいっぱいいます。でも憧れてたらその人たちを超えることができません。今日はその人たちを超えるために、今日だけは憧れるのをやめて勝つことだけを考えて頑張っていきましょう。成功！それでは発表いたします。さあいよいよ1位と2位の結果発表です。中田翔也が勢いそのままに初の王座に座るか、それとも平林正幸が王座防衛を果たすのか。平林正幸が見事王座防衛を果たしました。しかし新卒から駆け上がってきた中田翔也が第2位に。どうですか、僕たち楽しそうでしょ。僕たち正直すごく楽しくて、一番楽しいんじゃないかというと、今日ここにいる皆さん、僕新卒の頃から知っている人もいれば、自分がサポートさせてもらって店長に着任した人たちもいっぱい、そういう人が成長する瞬間に立ち会えるのがこの醍醐味だと思います。ぜひ皆さんにこの中の楽しさをなんか味わってほしいなっていうのがすごい心から思ってて、チャレンジしていただきたいなと思います。さあ、そして聞いてるの、まさか自分が2位になるとは思ってなかった。そう、俺も思ってなかった。誰も予想していなかった大波乱の結果で、今年も新たな1年が幕を開けました。この結果は奇跡なのか、それとも必然だったのか、その進化は1年後に問われることになるでしょう。挑戦することは良くも悪くも結果がついてくるものですが、挑戦したからこそ見える景色があるのもまた事実です。当選した皆さん、おめでとうございます。そして挑戦者の皆さん、ナイスファイトでした。また来年の挑戦をお待ちしております。というわけで、オンデーズのエリアマネージャー解散総選挙はいかがでしたか。
高菜メガネ屋が部長を決めているだけなのに、涙あり笑いあり、そして悔しさと喜びと、こんなにも様々なドラマが繰り広げられているんですよ。面白いでしょう。次にこのステージに立っているのは、今これを見ているあなたかもしれませんよ。それでは今回はこの辺で、また1年後にお会いしましょう。今年のサミットもめちゃめちゃ暑かったですね。いや暑かった。惜しくもアイアムは当選ならず。ただ結構ポイントがあって、うん、意外とね、自分の上司本当に AI になるかもって思いました。思いましたね。これからも加速していく、ブーストしていくオンデーズ、楽しみですね。それでは今年のサミットは終わりです。また来年、バイバーイ。